だからお尻がしびれてるって言っても座骨神経痛だではなくて座骨神経痛って。はい、整体院復活で理学療法士の松田啓太です。どうかご覧いただきありがとうございます。このチャンネルでは3年以上の腰痛、膝の痛み、肩の痛みに対して根本的に解決していく方法をご紹介しています。そんな方であればですね、ぜひね見ていただければ嬉しいなと思います。で、今日はね何を話すかって言ったら座骨神経痛ですね。で、座骨神経痛の全体像、座骨神経痛ってそもそも何なのっていう方はね、ぜひ見ていただきたいなというふうに思っていまして、この座骨神経痛ってよく言うんですよ。私は腰痛専門でやってますね。座骨神経痛とヘルニア何が違うんですか。私狭窄症って言われて座骨神経痛じゃないんですって言われたりするんですけど、全然知識をまず持ってくださいで、ぜひね座骨神経痛で悩んでいる、もしくは座骨神経痛によって足のしびれがあるけど何をしていいかわからない患者さん、ぜひねこの動画を見ていただいて、まず自分の症状が何なのかぜひね知っていただければ嬉しいなと思います。では本編いきましょう。はい、じゃあですね、まずこの座骨神経痛って何なのって話をしていくんですけど、座骨神経痛ってこれですね、病名としてつくんですけど、病名いわゆる病院で あなたはこんなんですねって言って病気の名前として座骨神経痛ってつくんですけど、これ何かって言ったら症状なんですよね。症候群って言いまして、いわゆる症状、こういう症状がいろいろあるのがまとまって座骨神経痛って言われてるってことですね。なんでこれって症状なんですよ。で、症状といわゆる疾患名って何が違うのかって話をしますと、脊柱管狭窄症とかヘルニアっていうのもありますね。ちょっとこのね、これで説明するんですけど、まず脳みそがあって、でそれがですね、この背骨の中を通っていくね、背骨の中を通っていって、でこのいわゆる椎間孔っていうところから神経が出ていって、これが末梢、いわゆるお腹とか足の方とか手に行ったりとかっていう風に分かれていくんですよ。なんでいわゆるこの真ん中、背骨の中を走ってるのが脊髄と言って、いわゆる本道です。脳みそから出た神経、太い神経が背骨の中を守られながら走ってます。だけどいわゆる末梢に行かないといけない、この守られた外に行かないといけないってなるんですね。守られた外に出ていかないと末梢まで行けない、いわゆる手足が動かせない、足が動かせないってなりますから、この手足を動かすためにいっぱいこうやって巻かれてって、24個の背骨の中の間、椎間孔、背骨と背骨の椎体と椎体の間の椎間孔っていうところから末梢神経っていうのが出てきて、いわゆる手とか足に伸びていきます。でそれによって足を動かしたりとか手を動かしたりとかってことができると。なんで大きく分けると、背骨の中の脊髄が走っているところ、そして末梢神経になるところって、大きくこの2つが神経の走っている場所だと思ってください。でこのね、背骨の中、いわゆる背骨の脊髄っていうね、脳みそが出た神経が走ってて、その周りに骨があるんですけど、この真ん中だけ空洞になってますね。ここが何かって言ったら、この中なんですよね。この中にありますけども、これが脊柱管って言うんですよ。脊柱の間にある、脊柱の管って言って脊柱管って言うんですよ。脊柱管がこの中に走ってまして、その中に脊髄ってやつが入ってます。なんで簡単に言うとね、こんな風に背骨ってなっていまして、こっちが前側、こっちが後ろ側なんですけども、この真ん中にこんな風に、ここに脊柱管ってありますね。ここに脊柱管、この脊柱管っていうところに脊髄が走ってると。でここに走ってて、ここから背骨と背骨の関節の間からニョリッと出て、ここの間から末梢に行きます。ここに中枢っていうとこ、背骨のでっかい脊髄が走ってますということね。で脊柱管狭窄症って何なのかって言ったら、背骨のいわゆるこの中にある脊柱ですよ。これ上からボーンと見てますよ。今こんな感じでここの部分を、背骨を見てます、ボーンと。でこの脊柱管が圧迫されちゃうことが脊柱管狭窄症なんですよ。でこの脊柱管狭窄症っていうのは、じゃあ何が原因があるかって言ったら、まず一つ目がこうやって骨がありますね。これいわゆるこの骨の空洞、骨と骨がくっついていくところにこうできてる穴ができてる。だから例えば私がよく話すんですけど、こんな風に私の目見えてますよね。この空洞があります。でこんな風に空洞がしっかりつながっていれば私の目が見えますね、こんな風に。だけど背骨がずれちゃう、例えばこんな風にずれちゃったりとかすると、いわゆる見えてた目っていうのがこうやって見えなくなっちゃうんですよ。イコールこの背骨の脊柱管が狭くなっちゃうんですね。そうすると中に走ってる神経、脊髄を圧迫しちゃう。そうするとここから先に走ってる神経がビビビッと痺れたりとか痛みを起こしたりする。これが脊柱管狭窄症で、もう一つが大きくね、まあいろいろありますけども、この前側にですね、いわゆる椎間板というものがありまして、
椎間板、これ背骨と背骨の骨の間にあるクッション材ですね。このクッション材が前にあるんですけど、これが飛び出ちゃうんですよ。パーンと後ろに。そうすると脊柱管の中を圧迫しちゃいます。そうするとしびれが出ちゃうんですよ。でこれがいわゆるエルニアって言います。でもよく考えてみて、ヘルニアで何が起きてるんですかって言ったら、脊柱管を圧迫してますよね。だからいわゆるヘルニアによる脊柱管狭窄症が起きてるんですよね。なのでヘルニアって何かって言ったら、脊柱管狭窄症の中のいわゆる一つのようなイメージだと思ってください。ちなみにヘルニアも後ろに出るか斜め後ろに出て、この末梢神経圧迫するかっていうので、ちょっとまた変わってはくるんですけども、脊柱管狭窄症なんで全部が全部ではないんですけど、脊柱管狭窄症の中に脊柱管を圧迫する原因の一つにヘルニアがあるんだってことを覚えてください。なんでこんな風になっているので、脊柱管狭窄症と診断されたとしても、ヘルニアと診断されたとしても、いわゆるこっちの方が大きい枠組みでして、脊柱管がね、ヘルニアっていうのはこの脊柱管狭窄症の中の一つのようなイメージだと思ってください。ただどっちもなんですが、中枢神経っていうこの脊髄っていうところを圧迫しちゃいます。そうするとここの例えば L1 っていうところで圧迫を受けると、ここから下に走ってる神経のところでしびれが出たりとか痛みが出たりします。ここまで大丈夫ですね。ってなってくると、ここからギューッと出てきたいわゆるお尻の部分も出てきますよね。 L1 のところで背骨のところで圧迫を受けてますね。圧迫を受けてしびれが出てる。だけどしびれが出てるのがここじゃなくって、だいたいもう末梢に行ったところに出てますから、いわゆるお尻で出てましたっていうと、ちょっと待って、座骨神経痛ってどこに起きたかって言ったら、このお尻のところから座骨神経痛って後ろ走ってぐーっと降りてきて、ここでね、膝のあたりで分かれます。腓骨神経ってやつと脛骨神経ってやつに分かれます。脛骨神経は太ももの後ろを通っていって足の裏側まで行きます。腓骨神経ってやつがこの太ももの直中で分かれて外側に行って、すねの外側、あとはこの足の甲の方まで伸びてますですね。なんですけど、脛骨神経も腓骨神経も座骨神経から派生してます。で、座骨神経って何でした？そうなんですよ、症状なんですよね。症状なんで、座骨神経が走っているところにしびれ痛みがあると座骨神経痛って診断されるんですよ。ただ症状なんですよね、症状なんですよ。意味わかりますか？で、何かって言ったら、座骨神経っていうのがいわゆる脊柱管狭窄症、この背骨のところで圧迫されてしまって、ここがしびれてる人もいますよね。いわゆるこの脊柱管狭窄症で圧迫されたところから末梢、いわゆる遠くに行くところなんで、ここからここで圧迫を受けても、ここで症状、いわゆるお尻で症状出ることありますよね。であれば、座骨神経の症状が出ている脊柱管狭窄症かもしれないし、座骨神経の症状が出ているヘルニアかもしれないとね。いいですか？だからここから先に行った時に、体がこうやってあったら、ああ座骨神経のところがビリビリしびれてる、で座骨神経っていうね、座骨神経痛っていう症状が出てるんだけども、これがもしかしたらヘルニアとか狭窄症から来てるかもしれないって話です。だからお尻がしびれてるって言っても、座骨神経痛だではなくて、座骨神経痛っていうのは症状なので、もしかしたら脊柱管狭窄症かヘルニアかもしれないよって話。ただこの2つでもない、また違うものもあるかもしれないっていうことで、何かって言ったら、これね、大きく3つに分類されると思って、3つです。何かと言いますと、まずはいわゆる根性ってやる、まあ、これがね、中枢性って言いますね。はい、中枢、いわゆるこの真ん中、いわゆる背骨の中で起きていることっていうのが一つ、ヘルニアとか狭窄症がこの中に入りますね。で、次が末梢性ですね。いわゆるこれは神経が出た、この末梢神経ね、出た後のどこかで筋肉とか靭帯とか、そういうもので起きている可能性がある。そして3つ目、何かって言ったら関連痛っていう症状ですね。関連痛って何かって言ったら、これね、関節がずれたりだったりとかによって起きてしまう、座骨神経痛の場所に出てしまう症状、これもあるんですね。で、さっきの話をねしていきますと、まず座骨神経痛ってのは根性、いわゆる中枢性がありますので、中枢先生って何かって言ったら、多くは脊柱管狭窄症もしくはヘルニアって話だと思ってください。で、この場合はこの背骨の中が原因になっていますので、私たちでは対応できない場合もありますので、そこも気をつけてください。で、これに関してはまたレッドフラッグってやつを紹介をしてるけど、やっちゃいけないことってやつもね紹介してきますので、ぜひねそちらの方も見てみてください。で、もう一つが末梢性で、さっきね中枢性、いわゆるこの根性の話ばっかりしてたんですけども、じゃなくて、いわゆる神経が背骨から出た後にどこかで
筋肉だったりで圧迫されちゃって、症状が座骨神経痛が圧迫されてしびれが起きてるんじゃないかっていう症状があります。これがいわゆる末梢性と言いまして、よく言う座骨神経の症状で言うと梨状筋症候群と言いまして、こんな風に末梢の神経が出てきて、このお腹の前の骨盤の中でギュッとまとまります。まとまっていくのがお尻の方にギュッと出てきまして、でこのように出てきてるところのある筋肉が梨状筋なんですよ。でこの梨状筋が硬くなっちゃうと、この腸骨っていう骨、骨盤の骨と筋肉でギュッと圧迫をしてしまって神経を圧迫しちゃう。これがいわゆる梨状筋症候群っていう座骨神経痛の、ここが痛いってやつね、で動画のように出してるんですけど、これだけ痛み、しびれが起きてる場合もあります。あとは何箇所かこう筋肉とか靭帯で座骨神経を圧迫しやすい場所もあるんですけど、それも一つありますよってこと。あとは関連痛って言いました。これもね結構ありまして、例えば仙腸関節っていうところね、もう仙腸関節ってこのいわゆる結構ね大事な腰の付け根の部分なんですけど、これがねちょっと関節がずれちゃうと関連痛って言って、関節には痛みを感じる受容器って結構少ないんですよ。ただこの関節の周りには痛みを感じたりとかする受容器がめちゃくちゃあるんですよ。だから関節がずれると、関節が痛いというよりは関節の周りが痛くなるんですよね。だから例えば仙腸関節がずれたりとかすると、例えばお尻の部分が痛いとか、あとはこの付け根のところが痛いとかみたいなことが起きてきます。なので仙腸関節とか言っても、例えばね仙腸関節がずれちゃうと太もも外側がしびれてる、痛みがあるとかっていうのもあるんですよ。だから座骨神経痛のような症状が出ている関節から来る痛みとかしびれもあったりします。なので大きくですよ、でも座骨神経痛っていう症状、お尻のしびれがある、足がしびれてる、太もも外側がとか、ふくらはぎの外側がみたいなありますよね。この症状っていうのは何から起きてるかって3つです。1つ目は根性、中枢性ですね、この真ん中から起きてる、もしくは末梢性、筋肉から起きている、で関連痛、関節から起きてるって話だと思ってください。で1ヶ月以内に起きたこういう症状であれば、もう間違いなく病院に行っていただくのが一番ベストです。例えばこれが半年以上経ってますまであれば、まあ根性ではない可能性があります。なんでかっていうと、ヘルニアとかもですね、出てきたとしても白血球って言ってね、そういうものに食べられていきます。なんで食べられることによって痛みとかしびれって半年ぐらいすると大体改善してくるんですよ。なんですけど、半年しても痛みが改善しない、なんなら逆にひどくなっているところであれば、この中の問題ではなくて、いわゆるその末梢に出た筋肉とか、こっちの原因になりますから、1ヶ月以内もしくは3ヶ月以内の激しい痛み、しびれね、あとは麻痺だったりとか、あとは膀胱直腸障害って言って尿漏れが出てきたとかっていう時も、これはちょっと注意してください、okay? でただこれ以外、半年以上経ってて1年以上経ってて、別になんかすごく痛みがなんかひどいわけでもないけど、ずっと痛みが腰が痛いとか、ちょっと感覚がおかしいとかっていうことであれば、これ以外の末梢性とか関連性なんで、私たちが対応できる筋肉とか関節性になります。なんでこの場合であれば、梨状筋なのかな、他の筋肉かな、靭帯かなっていうのを評価していくこと、あとは関連痛であれば関節を調整するってことをやってみて、楽になるのであれば、じゃあ関節治療しましょうって話だと思ってください。なんで今日はですね、全体像ってことで、これはまず覚えていただきたいなと思って、座骨神経痛って診断されたからといってもう一生治りませんとかじゃなくって、そもそもね症状、症候群になっていますから、諦める必要はなくって、ただ大事なのは原因を知ることです。これ原因が分かってないから痛くなっちゃうし、結局何していいか分かんなくって手術しちゃったりとか、例えば薬をしていくとかね、あとは痛み止めを貼ってその場で何とかしのいでいくけど、どんどんひどくなってるとか、大事なのはこれちゃんとどこから来てるかを見つけることですよ。これができてないから根本的に解決できないんですね。だからしっかり自分が根性ですか、もしくは末梢性ですか、関連痛ですかね、大きくはこの3つの中からしっかり見つけていくことで、私たちができるっていうところはこの筋肉と関節に対してのアプローチができますけども、この中枢性っていうところはアプローチできない可能性もあります。ただこの3つのどれなのかなっていう判別ね、あなたは何々から来ているので、まずここに行ってください、何々さんはこの筋肉の可能性があるので、まずこの治療していきましょう、こういうものをしっかりお伝えすることはできるかなと思います。でこの原因が分かるだけですごくスッとしましたっていう患者さんたくさんいるんですよ。もうそれ聞くだけで本当に 2,3 年間悩んだのが嘘のようにスッキリしたって言われたりとかもしますし、本当にねそれ知るだけでもすごく楽になりますから、ぜひねこれ見てる方、何か自分にもね、あそうだ自分の症状これかもしれないなとかってなるんであれば、ぜひね見つけてみてください。自分で見つけるのは難しいということであれば、私もね整体院フッカーと言いまして、全国でやっていますので、
ので概要欄の方に店舗の情報を貼っておきますので、ぜひね近くの店舗行ってみていただければ嬉しいなというふうに思います。はい、ということで今日はねこれで終わっていきますが、今日の話ぜひねよかったらぜひねチャンネル登録よろしくお願いいたします。あとねコメント高評価いただけますとすごく励みになるので、ぜひねそちらの方もよろしくお願いします。ではね今日はここで終わりにしたいと思います。ぜひね雑骨神経痛分かんなかった人ぜひ原因を見つけてみてください。今日も動画をご覧いただきどうもありがとうございました。また見てください。